ありがとうございました。1曲目にお送りしましたのは、私山本夏樹が作曲いたしました Easy Conclusion という曲でございました。ありがとうございました。ソリストオンギター市橋春馬そしてピアノ山本夏樹でした。ありがとうございました。ではマイク回っていいですか。あ、はい、ということで、マイクの電源が入っているか。電源はないだ。あ、じゃあ、はい、ということで始まりました。先行務めます。はい。市橋山本バンドです。はい。はい。じゃあはい、そうですね。1曲目、じゃあちょっと那須木くんが作曲したということでね、驚かれた方もいるかと思うんですけど、ちょっと作曲者に伺ってみましょう。はい、これどういう曲なんでしょうか。まあこれは僕ら今回の対バンのために作った曲で、元々この2人で一緒にバンドをやっていこうっていう話になった時に、やっぱりまあ2人とも2023同志社大学ザ・サードハードオーケストラのメンバーで、僕はそこで初めてコンテンポラリージャズおよびコンテンポラリービッグバンドに触れて、あ、僕もです。はい、なのでなんかその自分たちが今までやってこなかった曲のジャンルを1年間やってきて、そう、ね、何かこうまとめではないけども自分たちが得たもので何か一曲作れないかなと思って、まあ言ったらサノハドで得たものの簡単な結論、イージーコンクリュージョンというふうにつけさせていただきまして曲を作りました。で、そうですね、この曲が言ってしまうと僕らのバンドの鳥の曲と激似でボツに仕掛けましたが、なんとか皆さんの前でできてよかったです。なんか電話かかってきて、そのなんかどうしようみたいな、聞いてみたいな、聞いてこれボツにした方がいいかなみたいな、そういやそんなことないよみたいな、あまりに自信なくて、でもすごいさっき言ってくれたけど、本当になんか夏樹くんが多分サドハト乗ってないとこうかけてない曲みたいな感じがして、すごいこうそういうアイデンティティを感じたんで、全然そんなに似ている曲とか関係なくいいよって言ってやることになりましたよね。はい、いい話でした、まあ、そういうちょっとしたこだわりで言うと8分の5の曲なんですけど、前編大体サドハドでやる曲ってちょっと作曲者がひねくれてるんで、どっかで途中で表紙変わったりとかするんですけど、この曲はもうずっと8分の5で最初から最後まで通せるので、8分の5にさえ慣れてしまえば誰でも簡単に演奏できてしまうという、あ、そういう意味でもイージー、そう、イージーほんまにその意味のイージーもつけた。あ、かかってるんですって。から本当にみんな僕から楽譜を買ってほしい。売ってるんですか。これできるんですか。これは僕に連絡をしてくれれば全然売るので。あらら、配信もしたい。配信、あ、確かにね、レコーディングして配信とか夢が広がる。ちょっといろいろ考えてますが、マジでみんなが思ってるより、うん、この2回ぐらいのリハでできたので、誰でもできるので、配信、そうだね、江口武史チャンネルをご覧の皆さんも簡単にできるから買ってねっていうことだけ宣伝させていただきます。いや、いいですね。はい、はい、こんな感じで今回やる曲は結構どっちもその2人のそれぞれの選曲理由とかあってですね、はい、こんぐらい喋ります。はい、はい、なので喋りますということで、で僕らばっかり喋ってもあれなんで、メンバー紹介、はい、に移ろうかなと思います。まずはじゃあサックスパート、はい、サックスいきましょう。殴っちゃった女の子殴っちゃった。殴んなよ女を殴りそうは俺で通してたやんそうね、サドハドル女殴りそうな方と殴らない方でやってる俺も殴る、親来てる、親来てる、やめよっかやめよっか、こういうやめとこか。はい、じゃあお客さんから見て左側、左側ね、上手側から紹介、下手、嘘、下手側から紹介したいと思います。はい、テナサックス犬塚健人さん、はい、社会人であられまして、サドハドの OB でもございまして、本当に去年は本当にお世話になりまして、企画をやるとなった時に、すいません、できないですか、すいませんっつって、ペコペコしながらやったら、昨日ほぼ同じぐらいの時間帯に梅田オールウェイズこの会場で企画番があって、そこにもいて、
今日もいる本当に社会人なのか週5で働いてるんやで、週5で働いて俺らって今その週0で学校なんですよ。そう、春休み、冬休み週0で学校のみんなと週5で週5で働いて残りの週2をどっちもここに費やしてる。ちょっとおかしいよね本当に。マジで超人すぎる。超人だよね本当に。ありがとうございます。ワンちゃんさんこと飯塚健太さんです、はい、そして、セカンドアルト石脇さんと。はい、サンタさんもですね、あのサドハドの先輩であられまして、OB であられまして、でも兄さんではトラでずっと乗ってくださったみたいな方ですし、はい、もう本当にもう関西の学番会話では知らぬ人がいないような、と思ってたら、なんか意外と界隈外の人にもこう届くようなね、偉業を最近成し遂げられて、うん、知らない方のために説明します。Twitter、現 X ですね、ごめん、僕、旧 X じゃなくて、ね、旧 Twitter じゃなくて、現 X って言いたいんですけど、Twitter、現 X で、20万いいねを獲得されましたね、この場合。素晴らしいですね。なかなか見これなかなかできる。おーすごい、これです、これなんです。僕なんか19万減ってる。あーあー、まあイーロンマスクが悪いんかな僕山本夏樹と石垣さんとは大学同じでして、そこの卒業演奏会の主席ですね、主席だけが出られる選ばれし者の再演に適当に、そう、うん、何やってんだ、はい、というですね、もう学番界隈を飛び出して、はい、ネットでご活躍中の石垣でございます、はい、セカンダルタックス石垣サンタ、はい、そしてリードアルトサックス、それだれをいうことを、はい、レオピーですね。もう確かに僕の方が付き合いは長いんですけど、兄弟のジュニアバンドにずっと乗ってたんですけど、その時からの付き合いで、ダッキンジャズオーケストラというですね、兄弟のデイ君は毎年名前が変わるんでもうないんですけど、ダッキンはその頃からの付き合いでして、僕が初めて見たのはダッキンのその頃もコロナ禍でもう無観客ライブみたいなね感じだったから、ホールを借りてそこで演奏するんだけども無観客で、それを映像で撮って配信しようみたいな試みをしてたんですよ。でそこで僕は1回生で彼2回生なんですけど、その時ね、当時1回生2回生で、その時に、本田雅人さんの、バラッド・フォー・ザ・ラフィアという曲があるんですよね。めちゃめちゃアルトサックスフィーチャーの曲で、それをめっちゃ吹いてて、もう吹いてるなんてもんじゃなくてですね、もうなんかね、なんていう、叫んでたよね本当にね、すごくて、それ見た瞬間に僕ちょっと本当にめっちゃショックで、もう食らいまくって、そのあ、もう大学ってこんなレベルっていうか、そのなんていうかなっていう、高校の慶応学部ですが小山の大将をしていた僕はですねめちゃめちゃ衝撃を受けて、でもこいつはもうただもんじゃない、もう絶対にもう素晴らしい人材、素晴らしい人間なんだってずっと思ってたら、なんとよ今年ですね、山のビッグマンジャズコンテストという、もう学番会の甲子園の大会でのソリスト賞を取ったんですよ。もうね、これについてもちょっとあって、言いたいこと、ソリスト賞って呼ばれるときにまず大学名を言われるんですね、うん、どこどこ大学で楽器名前みたいな、うん、何々サックス何々みたいな感じで、うん、で僕らが今年山野でソロした人、サドハドで5人中4人そのバドに乗ってるから、サドハドマラト見てる、その人のもう一人、トロンボーンの小林マラト君の方合わせて5人がソロしたんですよ。でじゃあソリスト賞発表です、うん、同志社大学って言われた瞬間にこの5人全員がギクッとするわけですよ俺からっていう、俺からっていう瞬間がですよ。でただ僕はもう本当に同志社大学って言われた瞬間に一人でレオピーって思ってめっちゃ思って、レオピー取ってくれと思って、その後に無事呼ばれたんで、僕は本当にもう超嬉しかった、超嬉しかったです。僕は本当に、うん、ずっと1回戦の頃見てる子があれ人は泣きそうなんですけどめっちゃ嬉しかった。僕は1曲目ですよ、まあ、ただその頃同志社大学って言われた瞬間にタッピーさんは半分腰浮いたそうですあ、俺やんあ、俺やん恥ずかしい恥ずかしい、先輩が先輩が待ちなさいよそう、それ呼ばれたら立ち上がって前に出ないとダメなんでね、タッピーさんは半分腰浮いたらしいですけど僕はもうしっかり座ってレオピ行ってくれとすごい念じてましたね、心の中でグーッと、はい、そんな
彼でございます。これからも仲良くしてね。はい、アルトサックス、それではレオということで、セカンドテナー佐藤圭太郎、佐藤波動です僕が、彼は、去年、阪大ニューウェーブでベーシーのコンマスをしていためちゃくちゃスインギンな男なんですけれども、僕がその佐渡波動を乗るってなって、どういう動画を参考にしたらいいやろみたいな、みんなの演奏動画ないんかなと思って、その時に見たのがその波動という企画版、彼が立てた佐渡波動鬼リスペクトの企画版がありまして、僕はそれを見てコンテンってこうなんやと思ったのがすごい記憶にあります。夏木君の教科書っていう、そう、俺のサドハドの教科書はそのハドやと思う。じゃあ間違ってるって原点たどらないから。でも園君は来年からね、あ、いや、あのサドハドの話はしてないよ、大学の話してる。あの彼もあのさっきのマンバズツイート大学こと大阪音楽大学に編入してきて、僕の3つ下の後輩になるわけですね。合格おめでとう。僕が4年生で彼が1回生になるわけですね。僕より先に学番に入ってブイブイ言わしてた彼も、僕も3つ下の後輩になるわけですね。楽しいっすね。なんかすごい、なんかあいつね、その阪大のなんか同期の俺の同期の子たちとかには結構適当に LINE 飛ばしてんのに、俺にめっちゃ敬語でなんか LINE 送ってくるんですよ。それがキモいっていう話をしたくてもっとフランクになってほしいですね。園圭太郎くんです。バリトンサックス前田一郎。彼もですね、サドハド23のメンバーで、なんと24ではバンドマスターを務めているそうですね。はい、なんかさっきね、スキヤで、スキヤか吉野家で喋ってたんですけど、なんかワンマス大変やろみたいな言ったら、いや全然そんなことないっすよみたいな、と思って、その結構毎年ワンマスの方って苦労されてるイメージだから、あ、こいつめっちゃ仕事できなんかなとか思ってたら、普通に何もしてないだけでした。ほんまにあの怖いんだよ、大学からの補助金とか受けられへんとかだったら困るんで、あのちゃんと仕事はしてくださいね、お願いしますよ。あの遊んでる場合じゃないですからね、いろんな遊びしてる場合じゃないですから ね。あの、はい、あんま言えない遊びをいっぱいしてるんで、ちょっと名言は避けますけど、親夜にちゃうかった、名言は避けますからね。まあまあまあ大学生なんでそういうこともあるでしょうということで、あの頑張ってね、来年本当に応援しています。あの呼ばれたらみんないつでも行くよな、兄さんのみんな。おおおお前来いよ、浜松から、よく浜松から来てな。まあまあまあ、そんな彼でした。はい、バリトンサックス前田一郎。はい、では、そろそろ2曲目に参りたいと思うんですけど、はい、2曲目についてもちょっと夏木君から、はい、解説みたいなのがあります。はい、2曲目にお送りするのはですね、メロディーという楽曲なんですが、こちらは、ポップスの曲でして、僕の大好きなブレーメンというバンドが、作って、ポルノグラフィティの岡野明人さんと、キングヌーの井口悟さんがデュオで歌っている曲です。僕はこの曲が本当に大好きすぎて、自分でビッグバンド編曲して自分で歌うという超絶自作自演曲となっておりますが、僕が今死ぬほど花粉症でもう喉が傷つきまくっている、ポリープ50個ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい喉がガスガスなので、本当に申し訳ないですが全力で歌ってみようかなというふうに思ってます。あの僕は結構そのポップスのバンド、ロックバンドやってたりしながらジャズの活動もしてっていう活動をしてきた3年間だったので、まあ、来年もやるんですけど、一回なんかビッグバンドを後ろに歌ってみようっていう、なんか僕しかできないのかなと思ったので、やっちゃえっていうのを今回やりたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということでメロディーです。
の編曲で、メロディーでした。はい、じゃあ、続いて、メンバー紹介トロンボーンパートから参りたいと思います。続いて、また下手から下手、はいはい、セカンドトロンボーン田中優衣。はい、僕はもともと大阪音楽大学ジャズ科というところにいまして、本来は大阪音楽大学は、スイングのコンボをするところで、コンテのビッグバンドをやるはずのない場所でして、はい、確かに。でそこに行き着く2人の悪い女がいるんですけれども、このバンドには
そのうちの1名ということで。何が悪いんですか。こいつが俺をサドハドに誘ったんですね。おお、そう、なるほどね、うん、なるほどね。で、まあその元から仲良くしてたんで、うん、じゃあこいつに言われたらちょっとやってみようかなと思って受けて、うんうん、そしたら受かって、うん、おお、この春からどうなるやろうと思って、うん、サドハド23の LINE グループに入ったらこいついなかったんですよ。あ、半大行ってたんですよ。なるほどね。あ、ありえるかよお前。確かに、うん、おい、そのはい、というまあ言うたら僕の転換点を大きく作ってくれた人間でございまして、どんな企画版でも僕が企画版に乗りまくっていた時期も大体こいついたし、まあ、最近は本当に仲良くさせていただいておりまして、まあ、お互いのね悩みを聞くこともあればみたいな、そういうなんかすごく音楽仲間としてこう指折りの大切な人間かなと思っていて呼びました。田中由美です。ねえ、はい、続いて、ん、これセカンドトロンボン、これ合ってんのか、合ってるか、リードトロン、リードトロンボン、上の前か。はい、こいつもこいつ大阪音楽大学の4年生卒業される大の先輩ですね。一個上の先輩、一個上の先輩で、こいつ、はい、一個上の先輩こいつ、サドハドも21、23と、23は、前期だけトラで山野も一緒に出演しましてという人でして、うん、何しゃべるかな、まあ、あんましゃべることない、そうでしょ、正確に言うとしゃべれることがないあ、話せないことばっかしてる、悪い女すぎるなるほどね、悪い女ではない、本当にいい人なんですよ。本当にあのお世話になりまして、僕がこいつとかね、あの失礼なことを言っても笑ってこうやって許してくれるようなね、本当に優しい先輩で、ビッグバンドのボーンとしても一回この人とやっておきたいなというか、で結構だいぶこの人は綺麗にフォンセクションを作るなという印象があったので、それに合わせてメンバーを集めたという、今回のフォンセクションを組むにあたって、うん、この人は絶対いないとなというふうに最初から入れていたのが上野萌香さん、今回リードトロンボーンとしてお呼びしました。ありがとうございます、上野萌香さんです。はい、続いてサードトロンボーン岡樹。はい、はい、お母さんに、このバンドに乗らないかと連絡がいったのが、ワンちゃんさんいつでしたっけ、2日前か、はい、あの意味わかんないと思いますよね、はい、意味わかんないと思うんですけど、もともと乗ってくれる予定だった子がいたんですけど、その子はちょっとどうにも体調がかなり崩してしまったということで、しゃあない、うん、しゃあないね、本当にしゃあない、誰も悪くないんで、うん、でちょっと急遽じゃあトラを呼ばないといけないなと思ったら、結構ワンちゃんさんが協力的に、あ、犬塚さんですね、ワンちゃんさんが協力的にトラ紹介しようかみたいに言ってくれて、そこで紹介していただいたのがこの岡樹さんでございまして、めちゃめちゃはっきり言ってちょっと本当に接点がないのでですけど、はい、僕はかなり一方的に知っていまして、まあ、何よりサドハドの大先輩でございまして、そうですね、3年間乗ってらっしゃったんですかね、すごいですよ、おかしいです、僕は1年でも十分なんですよ、もう満身創痍やな、来年乗らないかって言われて、ちょっと本当に首を縦に振れなかった僕は、うん、だそれに3年乗ると、そしてあと僕がすごい大好きなまあ、言っちゃう、そのロータスっていう曲のね動画があるんですよ、同志社のハーディーホールっていうホールでやってる、なんか迫田優斗さんっていうギターの先輩がねこうこんなんしてるサムネのロータスの動画あるんですけどそこでリードトロンボーン吹いてらっしゃると思うんですよ、それで僕はめっちゃそれで一方的に認知してたんですね、うん、その動画のリードの人みたいな、で今日スタジオでそうやってくれ、なんかもう本物やみたいな、マジでその芸能人みたいな一緒、まあイケメンやし、マジなんかその芸能人みたいな感じするんですよめっちゃ肌綺麗やし、そうめっちゃかっこいいちょっと正直めっちゃかっこいいなと思ってて、うん、そうだから本当にちょっとなんかいろんなことがこうあっての偶然の縁なんですけど、本当に嬉しいなと僕は思ってます。ありがとうございます、本当にできたらちょっと後でなんか名刺とかいけたらナンパか、いや、うん、結構好きです、はい、はい、主催の特権やな、そうそうそう、 MC マイクで告白できるんだ主催の特権やな、そうそうそう、はい、はい、ということでした。サラトロモン岡樹さんです、ありがとうございます。そして最後バストロンボーン平野俊美。はい。
なんかすごいね、結局一番派手な髪色してるのは彼だ。彼は今1回生、新2回生になる年でして、結構この界隈では珍しいですね、直属の後輩でして、学部のね、同じ大学学部で直属の後輩って本当にいないんですけど、いて、ほんで入ったので、サドハド兄さんにまた入ってくれて一緒に活動できたんで、すごい嬉しいなと思ってるんですけど、これ親見る？大丈夫？これあんまよくない？あ、オッケーオッケー、やめとこうか。結構まあ、両立って難しいですよね。結構なんかいろんなものの無事よな。いやいや、言われたくない、そんなことない。僕は同じ大学学部なんで、正直そのね、テストとかの雰囲気とか、まあ、僕3回から1回なんで、もう1回生の時僕は経験してるんで、まあ、大丈夫かみたいな、そのいろいろこう一般教養の科目とか言語の科目とかで、何より法学部の法律のね、専門科目とかいろいろあって、大丈夫かみたいな話を聞いてると、どうやら結構苦労してそうで、両立はちょっと難しいんだろうなと。深く言ってあげんといて。うん、思ってます。僕はでも確かに、僕も3回生で乗ってるからこんな余裕かましてますけど、1回生から乗ってたら多分そうなってただろうから、本当にとしみ頑張ってるなっていう感じです。だからちなみに1回生の時に一番最初に会った時、あ、僕放送志望なんですよ、放送って弁護士とかねって言ってて、え、じゃあお前めっちゃ勉強しなあかんやんとか言ってたけど、今どうなん？もう無理っす。はい、これめちゃめちゃあるある、兄弟法学部あるあるです。とりあえずみんななんか賢いから、まあ弁護士考えとこうかなみたいな言っといて、1年間全く勉強せずに、あ、もうついていけないですってなって、一般企業に就職したりする。これあるあるなんで、ね、まさに兄弟あるあるすんなよ。俺偏差値41やねんぞ。兄弟あるある言うねん。うん、ああ、ごめん。音大の偏差値とかないからね、はい、関係ない、関係ないから、その音大やからね。はい、はい、ということで、そんな彼でした。はい、平野としみです。もう行っても、じゃあトランペットバードも紹介しましょうかね。まあ一人ずつ立ってもらう感じで、また下手側から紹介します。セカンドトランペットかつリードトランペットも吹いてくれてます、籠原。彼もサードハードで初めて会って、もう本当に気持ち悪かった、ずっと、うん、なん、ね、その本当にね、本当にサドハドって人知を超えた譜面がたまに出てくるというか、うん、その機械でや、その絶対にそのお前 さ僕作曲したから分かるんですけど、うん、楽しくなっちゃって、作曲してるときにペットにこれ吹かしちゃえって、このアホみたいな架線弾いて高い音やって、絶対パソコンではしゃいだ作曲家が書いてるやろこの譜面みたいな譜面がたまに出てくるんですね。5000譜から何本飛び出してんねんみたいなね、高い音、ね、もう上にもう5000書いた方が早いやろこの譜面みたいなね、譜面もあるんですけど、吹くんですよ正確に。え、なんか最初の曲の通しのリハとか、うん、ラストライブでタッピーさんにいじられたんですけど、そのリズム隊とかあんま譜面読んでこなくてめっちゃ怒られるわけですね。でもこいつは本当に練習してきて、初めのリハから人知を超えた譜面を吹きこなしてくるんですね、うん、で、その感想がキモい。マジマジで、おかしいな。で、めっちゃいいやつなんですよ。性格もいいし、勉強もできるし、人間ができてるよね。そう、サドハドのね、そのラストライブのパンフレットでこいつが1位取った、なんか早く結婚しそうと彼女を大事にしそう、よくないよ。なんか俺たちはその音楽をやってることを理由に何か人間性が欠けてるのを。なるほどね。いやでも俺の人間性悪いのって音楽やってるからだからなって、その隠れ蓑にしてんのに音楽を、うんうんうん、音楽やってて完璧やったらさ、その俺たちの言い訳使えんくなっちゃうよ。やめてよ、完璧すぎるのって思うぐらい完璧な人間、籠原亮太です。はい、そしてこちらもまたリードトランペットとセカンドトランペットどっちも吹いてくれてます、三村達。アジ君もですね、さっき僕結構レオピーに熱く語ったんですけど、僕同じぐらいアジ君に対してね、強い感情を抱いてまして、もう僕ら まあ、レオピー1個上なんであるんですけど、僕ら今3回生新4回生の代のもうエースはもう間違いなく彼なんじゃないかと僕はずっと思ってます。はい、もうなんせバカうま、もうめっちゃ高い音出るし、めっちゃ音圧あるしね、ソロもうまいし、ね、ソロうまいしすごいんですよ。でそんな彼に僕が一番最初に驚いたのは、これをまた1回生の時に、冬かな、12月に、なんて言ったらいいかな、立命館か、立命館大学なんですよね。で立命館大学のジャズ
クラブというかビッグバンド部にも入っていて、そこの、定期演奏会かな、なんか最後のラストライブみたいなやつがあって、そこに僕が、なんか急遽その立命館のジュニアバンドの虎として急に呼ばれたんですね。で BKC っていう琵琶国立キャンパスっていうめっちゃもう地の果てみたいなキャンパスに行かされてですねあのまあでもそうですね、まあ、お願いだったので全然快く引き受けて行ったんですけど、もう何やここと思って行って、まあ、僕は、そのジュニアバンドが本当になんか鳥かな、鳥の演奏だったので僕はそれまではちょっと、見てたりしてたんですけど、なんかアジ君が多分その日そういうのイベントっていうのは立命館ジャズクラブ全体のイベントなので、いろんなこう企画版とかも出るんですよね。コンボでちょっと組んでみたりとか、普段ビッグバンドの弾いてる人がとか、自分のオリジナルのビッグバンド組んで出たりとか、そういう企画版が何個かあって、で最後にジュニアバンドが多分そこで引退みたいなことだよね。多分、4回生3回生の先輩方が引退されるということで最後に演奏するみたいなイベントなんですけど、まずこの企画バンドに乗りまくってるんですよね。もう6バンドとか5バンドとかめっちゃ乗りまくってて、でその最後人と1日ずっと吹き通して最後回ってきたジュニアバンドでもうバカみたいに高い音吹くんですよ。あのファーガソンのね曲をやったよね、それのもうメイナード・ファーガソン顔負けのハイノートをバチーンって決めてて、もうほんまにのレオピーに食らったと同じぐらいもう食らいまくって、あ、もうこんなうまいんやね、軽音楽部で大山の大将やってた僕はあの大学俺のギター下手すぎってなって、もう食らいまくって、もういやいつか一緒にやりたいな、まあでもなんかずっと立命館でリードトランペット吹いてはって ベイシーで、いやなんかちょっと交わることはないんだろうなと思ってて、たまに企画マンで一緒になったら嬉しいなとか思ってたら、去年1年サドハドで一緒に活動できて、僕は本当に嬉しかった、本当に嬉しかったです。はい、これからも頑張ろうとねはい、これからも末永くお願いします。はい、トランペット三村立つよっ。はい、お次です。トランペット高橋みより。はい、悪い女2ということで ここが2なんや、うん、あんまイメージが、このゆい様とみのりさんの2人によって僕はサドハドに入ってしまったという、ね、そうなんですね。聞かせてよちょっと。あの僕が1年の今ぐらいの時期に初めて企画版に乗った時の大将がみのりさんだったと。まあ、あの石垣サンタ君とか、そうですね、とかで話してて、でまあ先輩とかになんかちょっと企画版乗ってみたいんですけどって言って乗らせてもらったのがヌーさんのバンドだったというところから、もうあれから丸2年ってことか。早いねマジで、はい、ということで、もう本当にその時はマジでその楽版なんか1ミリも乗る気なかったし、なんかポットでのピアニストみたいな感じでやってて、まさかその2年後に自分がサドハド乗るなんて思ってなかったし、その時まだ現役でヌーさんが楽番組をやってるとも思ってなかったしそういうことなんか、そうですね、企画版でもずっと一緒にやってもらったりとかして、ずっとお世話になってるなという。で昨日もね、あの高橋みのりビッグバンド急遽トラでしたが、やらさせていただきまして、トラなのにフィーチャー曲をやるという結構大変でしたけども、だからその楽版界隈に片足突っ込むきっかけになった。そうだからもう本当に今の楽版界隈でがこう交流が盛んな土台にだいぶ貢献された方だなと個人的には思っています。確かに高橋みのりさんですはい、それでは、最後フォーストランペット岡本大輔。はい、大輔はですね、これもまた、兄弟の後輩でして、学部は違うんですけど、1個下かな、僕の1個下の後輩ですね。あの彼はもうあのね、彼もまた結構キャパがでかくてですね、これまた僕はまあちょっと知らん、ここにいない人の名前出し悪いですけど、第2のマナト君じゃないかなと僕は思ってますね。誰そうすいません、すごいまあ、マラト君って子はここにいないんで申し訳ないんですけど、ちゃんと勉強もしま、ね、ソシミ君とは違って、おい勉強も演奏も、勉強も演奏もどっちがあれですよ、両立ってそのどっちをおろそかにしてるとか、まあ、言ってないですからね、うん、別に大丈夫ですよ、そんなことないもんな、うん、けどちゃんとこうどっちも両立してるし、レギュラーというかその固定バンドとしては、ダークですね、兄弟のダークブルーニューサンズオーケストラに乗ってて、今年がバンドマスター務めてるんですよ。
で彼はおそらく前田とは違って仕事する方のちゃんと仕事もすると思うんですけどね。仕事もちゃんとするし、演奏もするし勉強もちゃんと両立してるしみたいな感じでやし、あとちゃんとなんか遊んでるし、その、うん、あの普通に健全なね、あのこれも前田とは違って、前田とは違ってね、健全な、ごめんごめん、こっちもマンバーズダイブ、あ、そう、あ、いや、その名で読んでいいんかなみたいなありますね、そのツイッターの名前で読んじゃいけないみたいな、そういうこうルールみたいなのあるじゃないですか、こう現実ではあんまツイッターの名前で呼ばないみたいな。いやだサンタさん実名でやってるからいいですけど、早すぎはちょっとこうハンドルネーム的なのを使ってるんで、ああ、まあいいんかなとも思いながらなんですけど、でもそう、彼も確かに、マンバズを何回ぐらいしてるんですか。マンバズっていうのはあれですね、1万いいね以上つくとマンバズですね、うん、あ、そうそう、そうだよね、やっぱ分からないよね。10これは結構すごいんですよね。なんせ1万人がいいねをしてるんですから、それを10回以上取ってるというのが、あのマンバズ大学主席でした。はい、岡本大輔。はい、ということで、続いてお送りする曲が、リトルガールという楽曲ですが、前半2曲は僕が、選曲編曲したものですが、後半2曲は、市橋春馬がおぼり選んでやってきたという曲でございます。さっき曲に行く、ああいや、ちょっと喋ります。はい、ということで市橋君からです。はい、この曲、今からやってやるのがリトルガールっていう曲なんですけど、僕はちょっと夏木くんみたいに編曲とか作曲とかできないで、ちょっと普通にあり曲をそのまま持ってきたっていう感じで、なんかなんならちょっとその譜面のビッグバンドの財布も夏木くんに任せてしまったみたいな感じなので、僕は本当に何もしてないんですけど、元ネタの曲が、ティロウルフっていうあのドイツら辺のピアニストのビッグバンド、あのスインギンフィンガーズとかね、楽番会話で人気ですけど、その人のバンドと、ジョン・ピツァレリっていう、ギタリストがいるんですけど、その人が、ウィズって感じですね、その人とビッグバンドが一緒にやってる、テイクがありまして、それをやりたいと思います。で、僕がこのテイク知ったのは多分本当に大学 1,2 回生ぐらいの時で、もうめっちゃ好きで、なんか何が好きって、あのもちろん演奏も素晴らしいんですけど、なんかすごいそのジョン・ピツァレリがね、あのめっちゃニコニコね、ニコニコしてこう楽しい感じでするんですよね。楽しい感じが見てて本当にこうこっちもこう笑顔になってしまうような、そういうのがめっちゃいいなと思って、いつかやりたいな、でもなんかそんなビッグバンドなんか自分やらへんしなとか思ってたら、なんか今日みたいな機会をいただいたってことで、ちょっとやってみたいなと思いました。はい、ちょっと結構フィーチャーっぽいんで、あのめっちゃ緊張してるんですけど、まあ本当にあの温かい目で見てください。あの本当にあのすごい学番児童参観って感じで、本当にありがたいですね。前の方の皆さん本当にありがとうございます。頑張ろう。いろんな人の親御さんなんだろうなっていうのがこう感じられますけどね、まあ、もちろん僕の親もいるんですけど、はい、そんな感じでちょっとやってみたいと思います。はい、では、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、でかいですよ。はい、これちょっと待ってくださいね。あ、めっちゃロックギターみたいな音なってる。これカモちゃんか、ゆいさまか、赤いさランプのところポチッと押してくれ。スイッチみたいになってるから、電気ランプがついてる方の銀色のボタン、それをカチッて押す。爆弾処理かよ。うわー、くそー、言われてしまった。いいことを。ちょっと待ってください。あ、はい、この曲も僕が編曲しています。はい。あ、はい、ジャズらしい音になりましたね、ようやく。よかった。あ、そう、それというのを忘れましたね。あの今回のは、コンテンって言われるね、コンテンポラリーが多いですけど、皆さんお待たせしました、スイングですよ、スイング。やった、よかったですね、ね、ドラマー大歓喜。いや、なんかサードハードばっか持ってさ、スイングしないみたいな、やるよな、スイングな、できるよな、スイング。はい、ということで、お送りしたいと思います。ちょっと待って、ごめん、もうちょっと心の準備がね、待ってください。はい。はい。頑張ろう。頑張ります。じゃあ、よいしょ。では、お聴きください。リトルガールです。All will be divine. Oh God, make mine all mine.
ドラムソロは上田敦でした、はい、そしてボーカルギター市橋春馬そしてピアノ山本敦でした、はいはい、いやね、この人はすごくメンバー紹介、はい、メンバー紹介しておきますか、はい、タッピーストップパーカッションタッピー、はい、ストップって言ったんで、ちょうどあのサックスのど真ん中で立ってて欲しかったですね、はい、このおじさんはですね、サドハド2023のコンサートマスターでございまして、
僕はまあ恐れず言うと、僕は関西学生史上最強コンマスだと思っています。彼をあのね、それ俺も思った。もう本当にマイク上げ、まあやんわり存在はずっと知っている人間で、でオーディションで初めて会ってサドハドで深く関わっていくことになったんですけれども、まあ本当に顔なんか顔本当に顔が面白いですよね。そうなんですよね。そこなんですよ。すっごい可愛い、うん、タッピー一番はそこよね。すっごい可愛いですよね。いや本当にまあ本当に彼の音楽のその考え方、作り方、組み立て方みたいなものを本当に学ばせていただいた一年だった。彼に出会えたのが音楽的には結構最大のなんかこう収穫だった一年というか、まあ、だいぶ彼は綺麗な音楽付きというか、まあ、僕はさっきのね、あのメロディーみたいな、あの面白いポップスみたいなものをこうよく聞いてるんですけれども、彼は本当にジャンル問わずに結構綺麗な作りをしている曲が好きな人間なんですけれども、それでもこの変なもの好きの自分に刺さるような音楽的な考え方を持っているというか、やっぱり本当に、うん、いや周りが見えている。ちょっと俺もさ、俺もちょっと語っていい？いいよ。俺も語りたくて、タッピーさんについて、あのタッピーさん確かにそうなんか結構コンマスとしてね、めちゃめちゃ優秀ですごいんですよ、うん、でもその一面なんか結構人を人間扱いしないとか ね、なんかちょっと冷たい人みたいなイメージもなんかあるみたいですけど、うん、マジで僕が生まれて出会ってきた人の中であのいっちゃん熱いその人、うん、マジで激熱、あの本当に、うん、マジで熱くて、あの、うん、僕今年サドハド初めて入って、もう本当に楽番自体も初めてで何も分からなくて、どういうこうモチベーションというかイメージでやるんかなと思ってたら、もうタッピーさんのこの熱いこと熱いことをその本当にちゃんと毎回こう思いを伝えてくれるんですよ、ね、うん、まあこんなか、いやこんなねちょけてますけど、あのマジで熱くて、あの俺この人についてけばいいんやって思ったんですよ、そのサドハド1年やる上で、もうこの人についてったらいいものができるんやな、こんなってこんなにも信頼できる、そうこんなにも熱い思いを持ってるんだからって思わせてくれる、うん、マジで僕はコンマス の、うん、あの正解だと思ってます、本当に、うん、一つの回答だと思ってますね、この人が、はい、俺語りたかったのはこんな感じ、うんうん、まあ、僕もさっき喋っててあんまりまとまらなそうなんで言わないでおきます、うん、あ、よかった。上岡和樹、上岡和樹、上岡、上かな、タッピーです。タッピー、オンベース、原田俊也、俊也くんですね、そうです、俊也くんなんですけど、僕が実は、ね、俊也くんとの出会いはですね、あのまた出会いみたいな話しちゃうんですけど、結構早くてですね、覚えてるかな、あの僕兄弟ジャズ圏の部長を2回生の時にやってたんですよ。で兄弟ジャズ圏っていうのが東山にあるね、とある音楽スタジオみたいな一室を借りて、そこで毎週セッション木曜日に、ね、してるっていう団体なんですけど、そこにですね、なんか当時1回生の彼が来たんですよ。あのめっちゃ前よね、多分なんかほんまに最初の方よね。いや結構その聞いてる人の中で驚かれてる方も、え、俊也ジャズ圏行ってたみたいな。本当にその 1回だけぐらいかな、ほんまに1回だけか。だからその時たまたま出会えてよかったんですけど、その時の印象はね、本当にもうね、あの彼多分中高バレー部かな、で音楽を大学から始めるみたいな感じで言ってくれたんですよ。でもマジでバレー部やなって感じで、そのあの何も知らんくて、その時、ジャズ圏にいてくれてたベースの僕と同い年の子が、なんか本当に譜面、なんか音符とはみたいなね、音符とはこうでみたいなから説明してみたいなっていうとこから始まってて、で僕が本当によく覚えてるのが、多分修也君も京都に来たてであんまよく分かってなかったから、その駅までね、ちょっと僕が送ったんですよね、本当にちょっとですよ、本当にちょっとだけ送って、うん、じゃあまたあのぜひあのジャズ圏、僕新館中だったんで、ぜひ入ってねみたいなこと言って、バイバーイって言ったら、なんかもうで僕ポンって歩き出せないんですけど、チラッと後ろ見たら、もう俊也くんがもうずっとこんな礼儀正しい、マジでそのバレー部やなバレー部やな、中高6年でもう仕上げまくっとるやん、うん、礼儀、先輩への礼儀仕上がりまくっとると思って、こいつは可愛がられるんやろうなと思って、うん、多分先輩にも可愛がってもらってんだなっていうようなイメージで、その時はもうめちゃめちゃなんか
おぼこい高校生って感じだったんですけど、久しぶりになんか見たのが、僕が今年のサダハトの初めての本番の、京田辺キャンパスどうしたのであった、新刊演奏みたいなところで、彼がなんか、スタッフローディーみたいな感じでステージにいてくれたんですけど、なんかもうガラシャツにセンター分けになんかアクセサリーみたいな感じで礼儀正しいおぼこい高校生がね、こうはやつおるなと思って、なんかと横にいたこの人誰って言ったら、ああ、あれ俊也くんって子で、俊也くんと思ってそのバレー怖いと思ってめちゃめちゃかっこよくなって、なんか、まあ、いい意味でね、本当に、うん、成長を遂げられていて、僕はすごいびっくりして、うん、でまたね、こんな機会があって一緒にできて、僕は本当に嬉しいです、うん、あの時の子がこんなにみたいな親みたいな気持ちですけど、ちゃんとね、今の曲スイングだったんですけど、スイングもちゃんとできて、さっき2曲前半2曲みたいなコンテンもできるっていう、そのオールマイティープレイですので、そうそう、ここからも本当どんどん多分売り出していくと思うので、皆さん関西学園の皆さん、よろしくお願いしますね。はい、はい、原田俊也ありがとう。オンドラム梅田敦史、こいつは、僕と同期で、僕が初めてではない、ごめん嘘ついた、まあほぼほぼ初めてぐらいに見た学番の人間、その時はもうダーク乗ってた、僕が2回生で何にも知らなくて、彼が、兄弟ダーク、2年と3年乗ってるんですけれども、その兄弟ダークのドラマーをしていて、コンボをしにやってきたみたいな、僕らが通ってた大学にこいつが来てやるみたいな時に初めて彼のドラムを聞いて、あ、外のやつこんなできんねんやって結構食らったドラマーでしたね。もっともっとみたいな感じですけども彼は本当に、うん、彼も結構仲良くさせてもらってるというか、悩みを相談するような人間なんですけれども、まあ、こう見えて普通にできてる人間で、こう見えてって、こう見えてね、いや、梅ちゃんだいぶ見た目真面目やんな僕は本当に君たちはどう生きるかの表紙の少年にめっちゃ似てるなとずっと思いながら思ってるんですけど、メガネかけたらな、うん、めちゃん本当に考える男というか、うん、不義理をしないし、不義理をするときは謝るし、なんか結構自分の判断、僕が自分はまともじゃない人間だなと思ってるので、その悩み事とかがあったときに、これって自分今めちゃくちゃキモいことしてるんじゃないかなって、こう自分のことを疑ってしまう瞬間があるんですけど、そういう時はもう本当に彼に聞きたいというか、彼が言ってることはそんなに対して世間的に間違ってないであろうっていう、その善悪の判断に信頼が持てる人間でして、似てる、めっちゃ似てるやん、びっくりした、はい、で結構人間的に信頼しているし、でなんかコンテンやりたいわみたいなことを言ってたんで、ほんだらコンテンやろうやって言って8分の5とかね押し付けたりしたらヒーヒー言いながら叩いてくれました、梅田敦史くんです。はい、そして音技第一話者ハルマ、まあ本当にサドハド入ってから初めて会った人間、うん、で彼がレオピー紹介するときとかアジを紹介するときに、こんな衝撃、こんなやつがいるのかという衝撃を受けたという話を聞いたんですが、僕は彼にその衝撃を受けまして、あ、こんな同世代で弾けるギタリストいんねやみたいな感じで思ったのが第一印象で、本当にそこから一応そのサドハドのリズムで、1年間一緒にやってきて、結構こう、まあ、音楽的にもコード楽器2人でやってきて、本当になんか勝手に相棒だと思って、勝手に呼び捨てにして勝手にこき使っている人間なんですけれども、まあ一緒に企画できてよかったですね。いや本当にそうだね、本当に良かったですね、ありがとう、ね、はい、市橋アルバックです。はい、そしてピアノ山本の好き、はい、まあね、こんなん言って市橋山本版みたいな感じやってますけど、はい、全然違います。山本市橋版ぐらいです、うん、労力が本当に申し訳ないぐらいに
偏ってまして、あの、ね、はい、ほんまにその成立とあんま思うとさすがに夏希くんかわいそうなので僕が口から言いますけど、自分では言いづらいと思うので、あの先ほどの、前半に演奏した2曲をまずですね、作曲詞、編曲詞、はいはい、そして今演奏したリトルガールもですね、はい、当初は、自分が出した曲なので僕が財布しますってずっと言ってたんですよ、はい、でなんか本番1週間前ぐらいに財布しよう、そのまま遅いんですけど嘘やろまず遅い、1週間前に財布しよう、あのダメなんですよ、はい、ダメな人で遅いんですけど、うん、よしって取り掛かって、なんか深夜12時ぐらいにパソコン開いて、うん、頑張ってたら気づいたら朝7時になってて、うん、もう進捗はもうゼロに等しい聞こえない、何もびっくりしました自分の耳の悪さに、1週間前に気づくことちゃうよ、そうなんよなビッグバンドの耳コピーってこんなできへんで、じゃあ聞こえないなりにね、じゃあ例えば一番高い音だけ聞き取れるから、あとはこうハモリを乗せてみたりとかしたらいいんじゃないか、うん、そんなもわからへん、なんもわからへん、その勉強したことないし、そのスコア、フルスコアとかはやっぱ見にくくる見ることもないので、ギタリストで、そうだね、見ろよ、だから夏希くんに、ごめんちょっと途中までやったから、あとお願いしていいって投げたり、でもまあ僕は結構ね、その最初の段階に結構貢献したと思ってるんですよね。僕の貢献度合いはそのリトルガールの譜面を作る上で何割ぐらいだった？2割あの、トップノート、聞こえてくる一番上の音とコードと、楽譜の編成だけは書いたからって言って楽譜のファイルが送られてきて、編成は合ってて、コードはところどころ違ってて、トップもノートもまあまあ違ってて、中身がスカスカという状態で、僕に1週間前にファイルが送られてきて、僕はその日の睡眠を失ったんですけれどもそうですね、はい、まあまあ、ある程度の償いはねしていくつもりなので、あのそこは、はい、遺恨とかはないんですけど、はいはい、そんな感じですし、寿司食べたいな、いやしも普通にプレイヤーとしてもめちゃめちゃ頑張ってくれてるんで、まずは本当にあのありがとうと言いたいですね、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、例によってちょっと喋るんですけど、なんか僕もね相当夏希くんの存在には衝撃を受けまして、まず最初乗った時結構覚えてるんですけど、マジで、あ、まずねこれ1個めっちゃ言いたい、めっちゃイケメンでしょ、これ言いたい、これあんま言われてないの、実はこいつイケメンなんですよ、めちゃくちゃ、どうですかイケメンだと思う人、これをね、まずやめて、やめて、これをしっかりめに伝えときたい、たけしチャンネルみたいな、みんなが見るチャンネルでちゃんと伝えとこう、やめて、こいつはめっちゃイケメンです、新しいいじり方してるだけいや僕は結構本当に思ってて、うわイケメンおるわと思って僕がイケメン好きってのもあるんで、イケメンおるわと思って、でもなんか怖い、やっぱ怖い、怖い、なんかね、ちょっとこう寡黙な感じもあって、うん、怖いなと思って、髪染めてたし、そう髪染めてて金髪でめっちゃマジでバンドマンみたいな、うん、ザ・バンドマンみたいな感じで怖えわと思ってたけど、やっぱピアノ弾かしたらみたいな、もう即興で何でも弾けるし、なんか財布もさっき言ったように耳もいいし、アドリブのセンスがもう抜群だしみたいな感じで、めちゃめちゃうまいなと思って、僕もこそ衝撃を受けましたねって感じで、あともう一個大事なのは、あの面白いマジでこれがほんまに良かった、僕は僕は佐藤ハドノって一番良かったです、面白い人がいたことそこなん、はい、そこなんや、あの僕基本的になんか物事をやる時のモチベが基本的にその一緒にやる人が結構大事なんですよね、僕の場合は、うん、何やるかも大事なんですけどね、もちろん何やるかというよりやっぱ今までこう、長続きしたものとかね、長続きしてないものとか振り返った時、あ、結局なんか一緒にやってた人が良かったから続いてるんやなみたいな思うことがあって、もう彼はその最たる例でですね、もう夏希くんがいたから僕は本当にもう佐藤ハドノ楽しく過ごせたかなと思ってってね、最後ラストライで一緒にこう漫才とかできたりとか、なんか結構その面白いことのなんていうかね、こうベクトルも近いかな、近いからやっぱ一緒のことで笑い合えるってこうね、結婚の条件とかで言うじゃないですか、結婚の条件だよねえねえねはい、そんな感じなんですけど、はい、だからそこがすごい僕はありがたいなと思ってます、まあ、もう多分僕らは同い年ですけど、多分もう大学卒業してもプロとしてもバリバリ活躍してくると思って、これを見てる全ての皆さん、あの作編曲は山本夏希にお任せあれということで、山本夏希です、はいはい、メンバー紹介が終わりました、はい、そしてメンバー紹介が終わったところで次が最後の曲になってしまいます、はい、すいません、ちょっと少ない4曲なんですけどね、ありがとうございます、本当にありがとうございますね、ここまでベラベラ喋って間延びしてるなと思った皆さん、もうあんまり曲紹介はしません、あ言わずものガードの名曲です、いいよ、していいよ、ごめん、ごめん嘘していいよ
はい、思いがあります。で最後の曲も、僕がちょっと選ばせてもらった曲です。曲名がロータスと言いまして、原曲がマーク・レティエリというギタリストの方のものを、周金松だから金松周さんという方が、アレンジ周上村みたいに言っちゃったんですけど、まあ、金松周さんという方が編曲してくださった、サードハードオーケストラの2018年の山のビッグマザーズコンテストに出場する際に、アレンジされた譜面ですね。この曲はもう本当に楽盤史に残る大名曲だと僕は思ってまして、ちょっと、まあ、またエピソード喋ると、僕は、さっきも言ったんですけど兄弟ジャズ圏に入ってるんですよ。 1,2 回で兄弟ジャズ圏っていうのはさっき言った通りコンボのスイングのセッションをやる場所なんですよね。だから僕は 1,2 回生の頃は、まあ、はっきり言ってコンテンとか全然好きじゃなかったし、ビッグバンドもなんならそんなコンテンの中のビッグバンドなんかもなんかちょっと眠なるなみたいなことね、よく言われるじゃないですか。結構眠なるとか、なんか何やってるか分からへんとか、本当にその言葉通りの印象を僕は持ってたんですよ。ただ、そんな僕でも唯一知ってる、耳に残ってる、頭に残ってるコンテンの曲があって、それがこのロータスだったんですよね。それはなんでかっていうと、1回生の時の、10月かなになんか高槻食の文化祭っていう多分イベントがあるのかな、あるんですよね。でそこに、グローバルジャズオーケストラっていう、やつを、見に行ったんですよ。あのメンバーの人に誘われて見に来いって。だから僕はそれ見に行って、そしたらそこの同じステージで、サドハドが多分、おそらく 2-1 ですね。僕が1回戦の頃で 2-1 なんで、多分ワンちゃんさんとか岡さんとかは乗ってらっしゃった、萌香さんもかな、萌香さんいらっしゃったんです。その皆さん乗ってらっしゃった時だと思うんですけど、僕はそれをやりましたよね。ロータス多分最後の1曲でロータスやってたんですよね。で多分何曲か演奏されてたと思うんですけど、もう僕はもうその最後の曲にも本当に心奪われまして、もうなんてかっこいい曲があるんだみたいな、あのギターがねめちゃめちゃかっこよくて、最後のもうめっちゃ上手くて、もうそれも本当にもう食らった食らったりました。めっちゃ食らって、しかもギタリスト一緒やから、うわーみたいな、もう大学生でこんな上手い人いるんやな、こんな上手い集団がいるんやって思った、本当に思い出の曲で、あのもう動画いろんな動画見ましたし、 YouTube で上がってるもう見れるだけのロータスを見ましたし、あの本当に好きで、あのいつかやりたいなと思ってたら、なんかこういうチャンスが巡ってきて、あのでほんまにやらせてもらえるってことだって、あの僕はあの本当に嬉しくてですね。でもちろんその1回戦の時の自分はですね、なんかサドハドに乗るなんてことももうつゆも考えてないんですよね。でもそんな自分が3回戦でサドハド乗って、でそのおかげでこういうですね素晴らしい人たちに出会えてですね、で今こう企画版まで来てるのは本当にあの幸せなことなんで、本当に改めてありがとうございます。ありがとうございます、はい、お礼を言わせていただきます。はい、という感じで、すいません、めちゃめちゃ喋ってるんですけど、次で最後になります。皆さん大丈夫ですか？ちょっとなんか楽器冷えちゃいましたからね、ごめんなさい。ちょっとあのはい、あの最後懸命に頑張りますので、どうか、お聴きください。それではお聴きください、ロータスです。
先行を務めましたイチャシアオトマンでした。少し休憩いただきまして、高校エラ企画です。どうぞ楽しみください。
はい、ありがとうございました。盛大に1曲目をお送りいたしました。1曲目の名前はモート L という名前の曲でございました。そうですね、まあちょっとこのメンバーを見ていただけると分かるように、まあ、サドハド関連の方が多いんですが、そのモート L というこの曲もですね、サドハドに乗っていた方が、ドラムの方だったんですけど、そのこと、その方がですね所属しているバンドの曲をまあちょっとやってみたいなみたいな感じでちょっとアレンジをしてやってみました。ということでソリストを紹介します。まず楽番クイーン、アルトサックス牧ゆかりそして、盛大に打楽器を奏でてくれましたパーカッション上岡和樹と、そしてドラム辰巳元樹そして、最初に意味わからないことをしましたエラ元気と申します。よろしくお願いします。そうですね、今日のこの企画なんですけど、まあビッグバンドではあるんですけど、ちょっとだいぶ僕に比重がかかったバンドになってますので、まあ管楽器の方は譜面は楽かなと思うので、まあ、僕が頑張ったらどうにかなるかなと。最近のねこの楽番結構難易度が上がってるんですよ。なんかやる曲、さっきのバンドもなんかよくわからん曲ばっかしてたじゃないですか。なんそんなんやらんでええやんみたいな、もっと落ち着いたやつやって、なんかこのね来てくださってる40代50代の方にもお耳を汚さないようにこう優しいものをやらんかと思ったんですけど、まあうちの1曲目も変わらんなと思いましたね。というわけでまあそうですね、あんまりこの喋るのも得意ではないので、うん、メンバー紹介を軽くしていきたいと思います。ではサックス、お客様から見て左側から、テナーサックス、六角こと川野健太郎通称六角さんはですね、もうスナッキーパッピーの時から、一緒にやらせていただいてまして、はい、スナッキーパッピーのコピーマンですね、はい、本人ではないです残念ながらその時にですね、えらいなんか僕のことを気に入ってくれたみたいですね。なんかいやもうエラは俺の嫁やからとかなんか言ってた時もあるぐらい、なんかそんなこともありましたねという感じですが、まあ長いこと やらせてもらいまして、はい、ありがとうございました。ということで川野健太郎でした。続いてアルトサックス城田雅宏お前そんな人気もやったそうなんですよね、後田さん。いや僕も結構好きなんですよ ですよね、はい、なんていうんですか、いや一緒にやったことはないですけど、絶対にこの人はムードメーカーだなっていうなんか直感的なものがありまして、やっぱそういうところで今回のバンドでも割とちゃんと場を和ましてくれたり、まあ周りがサドハドばっかやってなんか文句は言ってましたけどでもね、うん、なんかサドハドやのにサドハドばっかでなんか肩身狭いわとか言い始めて、何を言ってるんやこの人はとか思ってました。そんな感じでございました。後田雅宏でございましたそして、またまた紹介しますが、アルトサックス牧ゆかり、ダークとマソックを、それぞれ経験してらっしゃる方で、こっちのジャンルには多分ほとんど関わったことはないと。そうですよね、まあ、何回か企画版でこの載せられて、ああもういやいややりましたみたいな何回か聞いてるんですけどそういう経験がない中ちゃんとなんか一つ返事で、いややらせてくださいぜひ乗りたいですって言ってくれたのがすごい嬉しかったですね。まあその中でも なんで僕がこの牧先輩選んでかっていうと、結構その音がすごい良くて、サックスの音がこれスイングだけじゃなくてもこっちのジャンルでもいけるんじゃないかなっていうふうに思って、そのさっきの曲でもうバチバチに吹いてもらったんですけど、やっぱりすごいいい音するなっていう感じでしたね。はい、もう素晴らしい方です。はい、牧ゆかりでした。はい、続いてテナーサックス石脇サンタ。サンタ君は本当にいろいろ何でもできる子という印象がやっぱり強いですね。もう頭が上がらないですね。もう楽譜わざわざちょっとこれあげてくださいって怒られた時に、すいませんやり方がわからないんで教えてくださいってそれでもなんか優しく教えてくれた
そんないい子ですね。まあ、最近いろいろなことがあったと思いますが、まあ、多分めちゃめちゃ大きくなるだろうなと彼は、はい、思ってますので、ぜひ彼の将来にも期待していただければなと思います。はい、では石垣サンタ。はい、続いて、サックス最後バリトンサックス犬塚健人、通称アンちゃんさんですね。犬畜生と言いますか。そっちの方がいいですか。ワンちゃん、はい、ワンちゃんさん本当に世話焼きな方でですね、もう多分数々の後輩を手なずけてはっていう感じですよね。なんか全然悪意はないけど、すごいいい方だなと、いい方だなって思います。はい。そうか、悪いか、今のなしでじゃあお願いしますね。はい、まあ、ほんまにでもテナーサックスも吹けて、でバリトンサックスも吹けて、でもう持ち替え楽器も何でも持ってるし、もう素晴らしい、なんかその在庫というかもう引き出しの量、在庫は悪いな、引き出しです。持ち得る全てのものを全部使いますよっていう、そのスタンスがすごいかっこいいなといつも思っております。犬塚健人でした。どうしようかな、でも MC する暇そんなないからなって思ってるんですよね。なのでトロンボーンももうちゃちゃっと紹介してしまいましょう。また左から行きたいと思います。まずトロンボーン田中結衣。結衣様はすごい緊張しいなんですよ、やっぱり。でなんか、あ、私ほんまにできないです、ほんまにやめてください、もういい、ほんまにいいですって言いながらいつもいい音を出すのが田中結衣だというふうに思っております。なのでいつかその緊張を克服できる時があったら、大きく彼女は成長するんじゃないかなというふうにも思います。はい、先生です。はい、はい、田中結衣でした。はい、続いて斉藤さくら。さくらちゃんはまだ2回生ですよね。ですよね。もうその、僕が佐渡波動4回生で乗ってた時に、さくらちゃんは1回生もうだから4月から3回生になるんですよ、この人が。で、なんかトランペットにもその当時1回生やった子が多いんですけど、もうそいつが3回生になるって思って、はぁ、年取ったなみたいな、自分こんな年取ったんかみたいな、なんかちょっと嫌な感じになってしまったんですけど、さくらちゃんはすごい、なんて言うんでしょうね、ほんまに言葉で表現するの苦手なんですけど、繊細な音というか、結構小さい音が得意なんですよ、逆に。なんか学漫界隈は大きい音出せっていう人が思想っていうんですかね、やはり一定数いらっしゃるんですけども、誰か言わないですよ、全然。何とも言ってないですかね、僕は文句は言ってないですよ、ちなみに。はい、その中でもちゃんと丁寧な音というか、その繊細な音もちゃんとやってくれるなという印象でございます。斉藤さくらでした。はい、続いて上野萌歌。上野萌歌さんは何でもやりますね、やっぱり。本当に何でもお手の物というか、何でもかんでもやはり音大生だなと。すごい。本当に器用なメンバーが多いなというふうにもやっぱり思うんですが、その中にも萌歌さんは器用のレベルが一つ上かなというふうにも思います。はい、上野萌歌でした。そして、バストロンボーン山名義行。通称ダニエルさんなんですけど、ダニさん、その僕いまだにつかみどころがちょっと分かってなくて、ずっと分かってないんですよね。なんかすごい偏った考えのことを喋るときもあれば、なんかすぐに順応したり、でも音楽にはすごい忠実な方っていう、忠実というか誠実というか、そんな印象を受けております。はい、ダニさんでした。というわけで、自己紹介じゃないわ、他己紹介だよ、他己紹介はこの辺りにしまして、2曲目に移りたいと思います。2曲目はですね、10 Olds という曲になります。10歳なんですけど、その名の通り私が10歳の時にですね、あは音楽教室に通っている時に、小4ですね、だから小4からなんか1年に1回作曲をしなさいというふうな
課題が出るんですよね。それでなんでそんなのせなあかんねんと思いながらなんか適当にフレーズを考えてこれどうですか先生、うん、いいんじゃん、じゃあそこにコード書いてみようかみたいな、そんな感じでなんか地道にやってたやつを、23歳がちょっとビッグバンド風にちゃんと訂正したっていうだけのものでございますが、はい、すごいしんみりとした曲になっておりますが、はい、どうぞお聴きください。 10 Olds です。
はい、ありがとうございました。テンオールズという曲でした。そうですね、10歳に作った割には割といい曲なんですよね、やっぱりね。うん、なんかビッグバンドにあるんでした、あ、意外といい曲なんやったなみたいな、そういうふうにも思いますね。というわけで、まあそうですね、あんまり長々と、居座っているわけにもいきませんので、では、残りのメンバーの紹介も、終わらせたいと思います。ではトランペット左側から広原よしき。よしき君は本当にね、そのなんていうんでしょう、さっきにもトロンボーンの方にも述べたようにもあるんですけど、器用なんですよね。すごいいい音を出すなと思ってて、なんかいつかそのバラードのメロディーとかをちょっと歌うように吹いてみてほしいなと思うこともあれば、まあそういうのがいつか聞けたらいいなとも思っております。はい、広原よしきでした。はい、続いて籠原亮太。もうすっかりなんか関西中に関東にもなんなら知れ渡ってるぐらいの、もうすごいやつが現れたなという感じですけど、なんと彼スイーツが好きで、一緒にね、男2人で僕と籠原だけであのスイーツの店に行ったことがあって、入った時に、あ、すいません、ここ甘いものしかないですけど大丈夫ですか、承知してますみたいな、両方スイーツ好きなんでみたいなこともありましたけど、籠原は本当に音が強いんですけど性格はすごい柔らかな子なので、もう全くその正反対のものはどこから来るんだろうなというふうにいつも思っております。はい、これからもどんどん成長するでしょう。ということで籠原亮太でございました。続いて谷口聡。はい、本当に大人気ですね、やっぱり僕も、今年1年もまるまるほぼほぼお世話になりましたね、やっぱり。あ、お互いに様です。はい、もう本当にまあ言っちゃあれですけど思想が強い方なんですけど、でも僕はその強さが割と好きなので、まあ、貫いていただいて、みんながね、周りが止めてくれるんで、もうどんどん貫いていってほしいなと僕は思います。そして音楽もそのままもう自分の進むべき方向にどん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 こう進んでいってほしいなと、まあいずれ呼ばれるんでしょうけど僕はとは思ってます。はい、谷口聡でした。そして、今回急遽トラでエキストラで乗ってくれております、三村達夫。三村君はどうして根底に来ようと思ったんですか、まず。もともと立命館の方ですよね。始まりが立命館。はい、そうですよ。なんで根底に来ようと思ったんですか。はい、全然。あ、すいません、ありがとうございます。ご紹介に預かりました、三村です。いや、まあ私もちょっと先ほどのバンドの市橋さんみたいな感じで、ちょっとラッシュに乗ってたその1回戦の頃に、その10月頃にその京都学生祭典っていう、なんかいろんな、ビッグバンドだけじゃなくて、いろんなのが集まって、その中で一番決めるっていう、ちょっとよくわかんない。そうやつあって、でそこでちょっと佐藤さんとこう一緒にこう出演する、こうお互いに出演することになって、そこでやっぱちょっと根底聞いたときにちょっと結構衝撃を受けまして、もともと高校まで吹奏楽やってたっていうのもあったので、はい、それでこうまあこう片隅に佐藤さん入りたいなって思ってて、ちょっと去年ちょっとオーディションが SNS の方で呼びかけあったんで、ちょっと即 DM を送って、という感じで、はい、あ、もうありがとうございます。もうどんどんね、その個性を、コンテンツのジャンルにも生かせていただければと思います。はい、三村達でした。はい、残りはリズム隊の、リズム隊どもですけど、誰から行こうかな。じゃあ、こっち側から辰巳元樹。
辰巳くんはドラムすんごい上手いのに謙虚なんですよね、やっぱりね。そしてメンタルも弱いんですよ彼。その弱いっていうのもなんかすごい弱い、うん、弱いもやめとこうか。でも弱いよね。でもその他人のなんていうんでしょう、ペースにすごい飲まれると言いますか。そのサドハドを僕がやってる時に彼がドラムだったんですけど、僕が下手くそになると彼も下手くそになるんですよ。で僕がだんだん調子上がってきたら彼も上がってくるんですよ。これがなんかすごい面白いなと。リズム隊でずっとやってて、なんかあいつ俺に合わせてないみたいな、俺のこと煽ってるんかなとか思いながら、なんかまあ僕のなんか調子の目安にもなってるんでちょうどいいかなってそんな感じですけど、ほんまにね、辰巳くん楽番界隈でもそれ以外でも大人気になりまして、はい、これからもどんどん、まだまだいますからね、関西に企画番を作っていただけたらと、どんどん関西を復興させていただきたいなと思います。はい、もう終わりかけやと俺は思ってるよ。はい、はい、ドラム辰巳元気でした。はい、続いてベース北村拓也。北村くん久しぶりに会ったね、ほんまに。音楽はちゃんと続けてました、この1年細々 と。なんかその、同社の定期演奏会がね、つい最近あったんですけど、つい最近でもないか、ちょっとまあちょっと前ぐらいにあったんですけど、そこで久しぶりに TK のベースを聴いたなと。なんか TK って言ったらですね、北村拓也のベースってすんごい独特で、なんかハマる人とハマらん人、ほんまに個性分かれるぞこいつはみたいな感じをよくやるんですけど、僕がなんとかなんとかいつもサドハラの時は乗りこなしながらこいつを操作しながら頑張ってやってましたけど、まあ、それでもめちゃめちゃ上手くなったなと思いますね。今回もめちゃめちゃその難しい曲がこの後にあるんですけど、ちゃんと練習してくれて、なんかおぉやるやんみたいな、全然ちゃんと音楽やってるやんみたいにちょっと嬉しくなったのがありますね。はい、北村拓也でした。じゃあ、はい、ギター鈴木新太。ギター新太くんはやっぱりギターがそもそもそのジャズ界隈に少ないのもあって、まあそもそもまず貴重な人材であることで、かつスイングもコンテもいけると、これがもう、スイングできひん、やってみたら分かる、やってたのね。立命館戻るじゃん。戻りたくない、戻りたくない。ちょっとやめときましょう。ちょっとここはそれ、これ以上やめとこうか。ま、でもほんまにでもやれって言われたら、はいって言って全部やる子なのでそれがすごい、でもちゃんとできるのがすごいところだと。そして自分なりにやっぱりなんか、いや俺ここ自分で納得いってないんでっていう風にね思ったら、なんかちゃんと自分なりに表現をつけて、なんか色を足してくれるっていうのがすごい彼のギターのいいところだなと思います。はい、鈴木新太でした。はい、続いてパーカッション上岡和樹ことタッピー。僕が大学1年生の時からやっぱりその同期でずっとやってますけども、彼が僕を連れ回してなかったら僕はもうおとなしく隠居してただろうなと、そういうような人物でございます。やはりタッピーはですね、音楽で人を扱うっていうんですか、なんかこいつはこういうのが得意やなっていうのを見切って、この曲を割り振ろう、こういう感じに表現しようっていうのがすごい得意なんですよね彼で。それがやっぱり去年というか、つい最近解散になりましたけど、サドハドの2023にもちゃんと現れててですね、もうすごいあのこの澄ました顔してるんですけど、イラつくよね。うん、こんなお茶目なやつですけど音楽には忠実な、もうすごいやつだと思います。もう彼もまた、まあ、どんどん羽ばたいていくであろうと、めちゃめちゃ大きくなっていくだろうと、はい、思っております。今後にもご期待ください。タッピーでした。そして、バンドマスター、そして運営を務めますエラ元気と申します。よろしくお願いします。運
運営も初めてで楽譜書くのもまともにやったことなくてですね、そのあんまり楽譜が読めないんですよ、もともと。はい、嘘つけやめろマジない。それでね、ちょっと思想の強い方がそのエラー企画やったらいいや、もう作っとくな、作っとくな、もうここが終わりの始まりといいますか、はい、そんな感じなんですけども、苦労しながらほんまに皆さんご迷惑をおかけいたしました、楽譜が当日になかったものもあります、なんと。はい、練習日が、一応3回あったんですけど、1回目のですね、練習1回目の当日の朝5時ぐらいにですね、楽譜を2つぐらい上げるみたいな、もうそういうもうギリギリの生活をずっとしながらひいひい言っておりましたが、はい、生活習慣病にもなりました。はい、おかげさまで。まあそうですね、まあ、最後ぐらいはかっこいいとこ見せようかなと思いますけど、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、もう長々と喋ってしまいました。お時間も近づいておりますので、一応2曲、通して最後といたします。まあいつもの恒例のやつはありますけど、まあ、曲の内容が良かったらでいいので、はい、それをいただけたらなと思います。1曲目に お送りしますのはマーシャル・ジークスの My Unanswered Prayer という曲です。そして、2曲目、最後にお送りするのが、上原ひろみさんのスパイラルという曲を、自分でアレンジしたものを、披露したいと思います。それではどうぞお聴きください。
Thank you.
はい、アンコールありがとうございます。大変難しい曲が続きましたので、まあ、ちょっと休憩がてら私の話をさせてもらおうかなと思います。まあ、私ですね、まあ、こうやって結構ピアノやってますけど、割と異端児だと思ってるんですね、自分のことを。分かってる、分かってるんですよ、実はろくにそのジャズとかの経験もないんですし、もちろんコンテをやったとかそんなこともなかったんですよ。3歳から一応ピアノをちょっとなんかちょろちょろってヤマハ音楽教室に習って、エレクトーンをやって、まあ、そこ隣足もなんか本当にとりあえずやるだけみたいな感じのことしかやってなかったんですけど、まあ、なんでこんな化け物が生まれてしまったのかとそう多分ですね、やっぱりエラ元気の過去全然分からん、ルーツが分からんという人もいると思うんで、一応紹介をしておくと、僕が小4ぐらいの時ですね、その宇治市ちょっと、まあ、小さい町ではないですけど、当時、まあ、周りの小学校がこう集まって地域をちょっと起こそうよみたいな、で小学校のなんか、まあ、6年生はちょっとねいろいろ大変な子が多いんで、5年生がちょっとこう各学校集まって、でうちの学校合唱をやろうかみたいな、で僕がなんと伴奏を任せることになったんですけど、先生にえらくん家にピアノはないんでしょ、じゃあ音楽室のピアノ使ったらいいよと。あ、ありがとうございます、じゃあいっぱい練習させていただきますと。でこうね友達と一緒に帰るっていうのを断りながらね練習してて、でやっぱり一人で帰ることになるんですよ。で一人で帰ってる時になんか校門の前で、女性の人が立ってはって、でその人に、あ、少年少年、はい、今ピアノ弾いてた君って、あ、はい弾いてました、うーん、ちょっとさうち聞いて弾いてくれって言われて、はあ、でもう小学校の時なんてそんな危ない大人についていくなと散々言われるんですけど、全然なんかそんな悪い人に見えんし、もうピアノ弾くぐらいだったらいいかと思ってついていったんですね。でまあなんかちょっとじゃあ弾いてみてパラパラって言って、少年さ練習好き、いや練習嫌です、嫌いですね、めんどくさいし、そうよね、でもさうまく弾かなあかんやんか、じゃあどうしたらいいと思う、え、わかるわけないじゃないですか、耳やね、耳をクソみたいにバカみたいに鍛えたら練習せんでもよくなんねんてって言われたのが僕の耳コピの始まりですね。でこういうのを、いろいろ、いろんな曲でやっていって、でなんか僕のソロとかにはよくあの他の曲が混じったりするんですけど、もうそれも全部その人の考えで、もういいね別にそんな、別に他の曲入れたってその曲がいいねんから、じゃあ他の曲に入れたってその曲をよくなるねっていう謎の理論そういうので通されたりして、ああはい、まあ分かりましたって言って、初めてまあその機会が生かされたのがやはりこの大学のジャズかなとやはり思いますね。こういうところじゃないと、うん、今までの知識が経験が、まあ、考え方とかそうですけど、まあ、そういうのが映ってしまったのが悪くも良くも悪くもという感じでありますが、まあ、結果的には功を奏したという感じで、まあなんか大成しましたね、はい、そんなに、はい、東方プロ志向ではないんですけど全然、はい、なんかうまいこと言ったなというふうに思います。なので、最後の曲はですね、その先生の曲を、やりたいと思います。なんですが、先生はなんと去年のうちに、お亡くなりになられてしまったと。なんとそんな重い話にするつもりはないんですけども、去年の4回戦の時ですね、同社の軽音楽の定期演奏会の時に、まあ先生とそのちょっとあんまり会ってへんかったな、最後ぐらいちょっとなんか聞いてもらおうかなって思って行った時にはまだいたんですよ。まだいた時に先生ちょっと、いや一応最後やし聞いてくれへん、ああまあ気が向いたら行くわって言って結局来なかったんですけど先生それでその時の、まあ、録音があったんでそれを聞かせてあげたんですよ。そうしたらもうギャンギャン泣き始めて、のどうしたんやと、いや私別にプロでもなかったし
そんなうまいわけでもなかったと。で、なんていうんですか、賞もそんなに取ったこともないと。1位なんてまして取ったこともないし、2位3位もまた、なんていうんですか、上の上というか、そんな自分の存在だったけど、なんかこんなに立派になるんやねって、私の教えたことも間違ってなかったよね、なんか嬉しいわって言って、すごいギャン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 泣き始めて、おーおーおー、あんまり他人が泣くと僕泣けなくなるんで、あんまり泣けなかったんですけど、なんか急になんかその先生が優しくなって、はあ、もっと会っとけばよかったなとか思ったりしますね。やっぱりそういう師匠関連って、まあ後悔が残るというか、急になんで亡くなったかは知らないですけどね、自殺なんですけど、はい、じゃあ一言ぐらい来るよと思いますよね、そういうのね。死ぬ前にじゃあこれ曲あげるわとか言っといてくれたらよかったんですけど、先生の家から勝手に持ち出した曲をはい、一応、はい、ご遺族に許可をもらっています。はい、ということで、グールという曲を最後にやって終わろうと思います。じゃあちょっと私前行きますね、指揮しないといけないんでね。マイクやるね。Thank you.
ございました。はい、ありがとうございました。若い目と老いた花、本日は来てくださって誠にありがとうございました。対バン相手の方にもどうぞ大きな拍手をお送りください。それではどうぞお気をつけてお帰りください。本日は本当にありがとうございました。